こんにちは、速稼塾の久保です。今日はベーシックインカムについてちょっと話してみようかと思うんですね。まあ、このベーシックインカムってのが世に広まったのはですね、随分前からなんですけど、私は2005年ぐらいにこれ意識しててですね、まあ、最初はね、ベーシックインカムなんて無理だろうと思ったんですけども、考えれば考えるほど、これはない制度ではないなと思ったんですよね。特に二極化ってものが進んで進みきると、自然とベーシックインカムになるんだろうなっていうふうに考えたんですよ。で、この前ね、竹中平蔵さんがベーシックインカムって言葉をパンと話された時に多くの方が恐怖を感じたと思うんですけども、あながちそういうもんではないかなっていうのをこれからね、お話ししようかと思うんですよ。で、確かにね、社会保障ってものを全部なくして、それをベーシックインカムに一本化すると、月7万ではちょっとね、不安が大きいなっていうのは本当確かだと思うんですよ。私が思いつくところ、社会保障ってのは大きく4つに分かれるのかなと思います。まずは社会保険ですよね。社会保険の中には公的年金があったりね、公的医療保険があったり、雇用保険があったり、労働災害保険があったり、公的介護保険っていうのがありますよね。これが全部なくなるっていうのはすごく怖くないですか？例えば介護保険がなくなっちゃうと、利用者の負担っていうのが10割になるわけですよね。とても月7万とかではね、やっていけないんじゃないかなと思うんですよ。もし7万としたらですよ、ベーシックインカムが。それから社会福祉っていうのがありますよね。2つ目のセクションですけども、これが保育とかね、児童とか、療育とか、母子手帳とかね。それから高齢者福祉とかありますよね。で、障害者福祉ってのもあります。これがなくなっちゃうと、とてもじゃないですけども、ベーシックインカムが月10万でも、とても足りないと思うんですよ。それから3つ目のセクションでは、公的扶助っていうのがあります。これがね、生活保護なんですよ。生活保護を毎月10万から14万、ばらつきがあると思いますけども、これがなくなって、月7万円付与されてると、これ明らかに減っちゃうわけですよね。そうなると今生活保護でされてる方っていうのは、まあ、月7万だとしたらですよ。月10万とか月15万っていうベーシックインカムもありますんで、まあその辺は議論が残るところだと思いますけども、仮に月20万円もらっていても、生活保護がなくなっちゃうと、これはね、やっぱり保護されない生活保護になっちゃうのかなと思うんですよ。で、4つ目のセクションですけども、これがね、多くの方が見落としてるかどうかだと思いますけども、保健医療、それから公衆衛生ですね。こういったものがあります。これどういうことかっていうと、予防接種ってあるじゃないですか。ワクチンだとかね、インフルエンザの予防だとかありますけども、あれ好き嫌いはありますけども、あれなくなっちゃうんですよね。そうなると困る方は結構います。もちろん予防接種を受ける患者さんもそうだと思いますけども、それを提供している医療機関っていうのも財源がなくなってね、もしかしたら医療費っていうのが上げざるを得ないといけないのかなっていう税金が入んなくなりますんでね。それから公害対策っていうのもあります。公害対策今誰がやってるかっていうのはよく分かってないと思いますけども、これね、やっぱり税金でされてるんですよね。だからベーシックインカムと引き換えに公害対策がなくなっちゃうと、もはやこの日本っていうのはもうひどい国になっちゃってね、住めなくなっちゃうかもしれないというところまで来るわけですよ。それから伝染病予防ってのありますよね。伝染病がなんで日本で流行りにくいかっていうとね、やっぱり税金が投入されてるからなんですよ。ベーシックインカムを、国民全員に渡すから、だからこういうふうなね、伝染病予防も個人でやってくださいって言われたらどうですかね。ちょっと怖くないですか。それから民営化があるかなと言われている下水道整備ですよね。これも税金ですよ。これも社会保障費の中でやられてるわけなんですけども、下水道の処理までね、ベーシックインカムの中で個人的にやってくださいって言われたらどうですかね。日々のことですから本当に困っちゃいますし、もしね、お金が足りなくなった方は、下水処理が送られない、サービスが受けられないってことになっちゃって、そこからね、公衆衛生ってのがまた崩れ出していく。阿鼻叫喚の国になるんではないかなと思うんですよ。またね、ペットの保護ってのもありますよね。ペットの保護活動ってのも税金なんですよ。よくね、ペットが野放しにされると、保健所に回収されてそこでね、処分されてしまう、かわいそうだなっていう意見がありますけども、あれも立派な税金ですからね。あれがなくなっちゃうと、犬や猫やね、田舎の方で行くと、イノシシとかが、それから特殊動物とかが放し飼いされた時に、これ手がつけられなくなっちゃいますよね。どうするんでしょうかってことなんですよ。ということでね、ベーシックインカムにそのまんま振り分けると、ものすごく問題が残ると私は思ってますんで、ベーシックインカムは導入するんだけども、例えば生活保護は残しましょう。もしくは、ベーシックインカムはこうやるんだけども、生活保護は今の水準から 50% 付与ですよみたいな感じで調整していくとかね。そういった議論はまだまだ必要だと思うんですよ。まあ、その他、年金とか、それから医療保険とかね、介護の問題とか、
障害者福祉とか公害対策とか残すものと残さないものをちゃんと整理してベーシックインカムもトンと投入するとかね、なかなかねここまでね日本ぐらい社会保障が進んじゃうとベーシックインカムにいきなり振り返るって言ってもなかなか無理があると思いますんで、まあ竹中平蔵さんが言われたその言葉のイメージとしてはね、社会保障全部なくしてそこに関わった負担金とかそこで働いている人の給料とかそういったものを財源としてベーシックインカムを考えると月7万ぐらいなんじゃないかなっていうふうなことを言われたと思うんですけども、とてもこれは実現不可能ですよ。というのがね、竹中平蔵さんは金持ちだからいいだろうと思って、そうではないんですよ。竹中平蔵さんも込みでこの日本というところが本当にベーシックインカム月7万にしちゃうと治安の維持も不可能になりますし、公害対策もできなくなるんで金持ちも巻き込んでね死んでしまうんですよ、ね、こういうふうに想像すると金持ちの一人勝ちってのはもはやねこの日本ではほぼ不可能なんですよ。お金持ちの方も極端な話言うとね、すごくひどい話に聞こえるかもしれませんけども、お金持ちの大企業もお金がない人に商品を売って搾取したお金でお金持ちになってるわけなんですよ。ということはお金がない人が死に絶えちゃったりとか暴動を起こしたりとかやる気がなくなっちゃう、労働意欲を失うとどういうことになるかっていうと、お金持ちも成り立たないんですよ。まあですんでね、ちょっと皮肉な形なんですけども、私よく言うんですけども、多数の人が少数の人を誘導してるっていう形なんですよ。実は少数の人が多数の人を誘導してるように見えますけども、多数の人は団結しないから、団結協力しないから一部の権力者とかお金持ちとか成功者にいいように扱われてるだけなんですけどもね。まあ労働ストライキってのがありますよね。社員2万人が一気に団結して明日から仕事をしませんって 働きませんとか言っちゃうと経営者ものすごく困るんですよ。取引先への納品もできないし、それこそ信用、社会的信用も失うんで、いや頑張ってちょっと働いてくださいよ、給料上げるからっていうふうなことになるんですよ。そういうのがデモであるとかストライキの本当の意味なんですけども、今どうですかね、時給が安くったってすごくねブラックな待遇を押し付けられても結局個人で我慢して誰とも協力せずに誰にも相談せずにしまいにはね鬱になったり引きこもったりとか自殺するまで誰とも協力しようとしないんですよ。なんですかね、助けてくださいって隣の人に言うだけなんですよ。それをお互いにするだけなんですよ。そして力のない者が協力するとまさにね力のある人を駆逐することができるんですよね。まあそういうふうに考えていくと、力がない、個人的には力がなくても、力がない人者同士ね、集まればね、数っていう力になるんですよ。これを甘く見ない方がいいかなと思うんで、私もね、今、特別定額給付金の給付のために、官邸にメールをしましょう。電話をしましょう。地元の自民党事務所に伺って、自分の窮状を訴えましょうってことをね、ずっと言ってるわけなんですよ。そうするとね、権力を持った人も、あ、こんな風に国民って動いてるんだ。これはまずいなと。自分たちが勝手な思いで勝手なことをやると、この人たちがついてこなくなる可能性があるなと思うと、やっぱりね、そういう人たちを、まあ、悪い言葉で言うと、手なずけたいので、要求を聞いてくれる可能性が高まるんですよ。ですんでね、自分の力がないと思っているのは、これはね、誰とも協力してないからなんですよ。まあ、ここだけはね、ちょっとね、強く言いたいんですけども、権力者、成功者、そしてお金持ち、これはね、この人たちってのは、本当に権力者同士、お金持ち同士、成功者同士ですぐ協力するんですよ。すぐ行動するんですよ。協力と行動、これが早いんで、成功者は成功者たらしめているし、金持ちは金持ちであり続けるし、権力者は権力を持ち続けるんですよね。でもどうでしょうか、成功もしてない人、お金もない人ね、それから権力もない人、誰かと協力してますかね。誰とも協力してないんじゃないですか。行動してますか。行動してないですよね。ただ待ってるだけですよね。これではね、やっぱり権力、金持ち、成功者に負けますよ。私たちは数がありますんで、数の力を持ってね、やっぱりこの権力を動かしていくってことができます。これは本当にできるんですよ。私、会社経営をやってて思うんですけども、会社を経営するってことはね、小さな国を運営してるようなもんなんですよ。社員が不適されると、経営者はものすごく困ります。なぜなら自分が自ら現場に行って働かなくちゃいけないからなんですよ。だからそれをしたくがないがためにですね、社員に適度な給料とボーナスと休暇を与えて、時にはね、みんなに、焼肉を奢ったりするわけなんですよ。そういうふうなレクリエーションを通して信頼関係を勝ち取って協力することをね、まあ、本当にこう会社一体となって協力することをずっと呼びかけていくんですよね。まあ、その結果私はうまくいかなくてね、会社はなくなってしまったわけなんですよ。たった一人になってしまいましたけども。でも本当にね、私はね、力がないと自覚する人ほど協力をしたりとか、近くの人に助けてくださいっていうこの呼びかけが足りないと思うんですよ。なぜか成功者、権力者はすぐにね、ちょっと助けてくれませんかと呼びかけるんですよね。そこにはプライドも何もないんですよ。それが素晴らしいんですよ。だって目的を達成するために
もう自分のプライドを捨てるってことが、もう最高のプライドなんですよね。だって自分の個人的な小さなプライドを捨てることによって、目的は達成されるわけですよ。そしたら、プライドは守られるんですよね。このパラドックス、逆転現象なんですよね。ここがすごく大事なところだと思います。私たちは個人的に小さなね、自分としての誇りを守るがために、結局は目的を達成されずに、多くの人に恥をかかせたりとか、多くの人にダメージを与えたりする、もう救いようのないところに行ってしまう可能性もあるんですよ。まあですんでね、ベーシックインカムっていうものは、ちょっと話外れちゃいましてすみませんけども、ベーシックインカムっていうのは、まだまだね、私たち国民が一人一人がね、こんな形のベーシックインカムがいいんじゃないかとか、あんな形のベーシックインカムがいいんじゃないかとか、この人の考えたベーシックインカムはこういうふうに調整したらもっと良くなるんじゃないかなっていうふうなアイディアを周りの人と協力してどんどん煮詰めていってですね、どんどん権力者に提案していくことなんですよ。そうするとですね、あ、多くの国民はこういった形のベーシックインカムを求めてるんだったら、それでいけばすんなりと通るよねっていうふうになるわけなんですよね。で、ベーシックインカムが通った暁には、やっぱりね、権力を持った方とかお金持ちとか成功者の方は、やっぱり一定の利益は得ますよ。一定の利益はね。でも一定の利益は得るんだけども、そういうこと関係なしに私たちの暮らしが安定するなら、それはいいじゃないですか。で、最近もね、GoTo なんとかキャンペーンってのがあって、事務局の人の給料が高いって言われてますけども、じゃあ、こういった GoTo なんとかキャンペーンが全くなくなったらどうですかってことなんですよ。結局、末端の国民が一番困るんですよ。だからね、そこの事務局を司る人が、どんな給料で働こうが、どんな待遇を得ようが、そんなことは関係なく、私たちにいい影響があるんだったら、どんどんやってくださいと。だからね、事務局の人の給料が日当7万、そこに嫉妬するっていうのは、これ単なるね、ジェラシーなんですよ。だから、誰が儲けようが、自分の環境が良くなるんだったら、それでいいじゃないかっていう考えも、一つね、持っていきたいなと思いますし、もっと言ったらね、事務局の人が、最高給料が7万、日当7万っていうのは、そんなにね、実は高くないんですよ。それはね、会社経営をしてるところもわかるんですけども、一人の人に給料20万出すってことは、その20万を払った、現金を払ったその人に対しての、現金化されてない、まあ、いわゆるね、見えてない給料っていうのが、その他に40万くらいかかるんですよね。まあ、40万って言い過ぎかもしれませんけども、簡単に言うとですね、社会保障費だけでも、一人当たり5、6万とか払うわけですよ。そう考えると、一人の人に20万払って、こっちじゃ5、6万払って、他の費用もかさむわけなんですよ。で、その人が働ける環境を作るためのコストもあるんですよね。まあ、そう考えたら、やっぱりね、一人の人に、給料がね、20万入ったとしても、現金じゃない給料を会社は自分のために、残り10万とか20万払ってくれてるんだなと思ったら、割り算すると、まあ、日当7万っていうのはね、そんなに高く感じられないところがあるんですよね。もちろんちょっと悔しいですけどね、私も日当7万羨ましいなと思いますんでね、それは羨ましいと思いますけども、その羨ましいと思うのと、じゃあ自分が受けてる利益っていうのは、やっぱ別で考えていくと、この人が7万儲かったとしても、自分にも恩恵があるんだったら、両方良かったよねっていう風な、ちょっとね、一歩引いた考え方もあるんではないかなと思いますよね。じゃあ仮にその日当7万の人が日当8000円になったら、真面目にその仕事やらない可能性があるんですよ。そうなると、本末転倒になっちゃうわけですよね。だからある意味世の中には役得ってものをね認めないといけないところもあったりするんですよ。まあその最たるものが、まあ町内会活動とかだと思うんですけどね。町内会活動ってどんなに責任があっても、どんなに嫌な思いをしても給料が出ないんでやりたがる人がいないんですよね。だって自分の有給休暇を使って町内会活動するのに全然給料も出ないし、嫌味も言われて人は言うこと聞かないしみたいな感じなんですよね。そうなったら町内会の役員だったら少なくとも日当がね毎日5000円出るとか1万円出るとかしたら、それはねやる人は多少増えるわけなんですよ。町内会っていう職種を持てるわけですから、そうなったら一定の責任とか追及もやっぱりきちんとねやっていかないといけないなっていう風な任命感も出ますしね。まあそういう風な形でね、私たちは他者に対しては安い給料とかね、ただ同然のサービスを要求して、自分が当事者になった時はもっと待遇を良くしろっていう風な、こういう風なアンバランスも起きてきますんでね。で、ベーシックインカムってのはそれを解決する制度だと思いますので、発想自体はベーシックインカムとってもいいんですよ。ただ、どういうベーシックインカムのデザインするかってことは、まだまだね、議論が始まったところですから、この動画を見てるあなたもね、ベーシックインカムはどんな形にすればいいかってことをちょっと考えてみるといいと思います。もちろんね、財源のことも心配しながら、まあ財源は実はね、問題ないんですけどもね。だからベーシックインカムで月に1人当たり毎月25万、その代わり社会保障費はほとんどなくて、生活保護だけ残しますよとかね、年金だけ残しますよっていうの、なんかいろいろと考えればいいと思うんですよ。だからそういうふうなね、思考を、まずね、プロセスを経ずに、竹中平蔵さんがこう言って、月7万で社会保障費なし、だからベーシックインカム自体が悪いみたいなことではなくて、ベーシックインカムってのはまだね、誰も試したことがないんですよ。誰もですよ。
だからベーシックインカムがうまくいくのかうまくいかないのかってことは全くわかりません。まあですんでね、何とも言えないところですけども、私がね、この動画の最後にちょっと申し上げたいところは、ベーシックインカムは基本的に今の日本なら通用すると思います。うん。ここまで進んだ国、日本ならね。で、財政にも問題がありません。インフレ率は 2% を超えない程度に財政出動し続ければ、もう国の需要と供給のバランスが壊れることもありません。ただ、心配は、その日本っていう国を取り囲む外圧ですよね。他の国。例えば、数年前にベーシックインカムを日本で導入していったら、インバウンド需要がパッと消えたね。今年2020年みたいなところでは、多分ベーシックインカム制度はあっという間に崩壊したでしょ。ですんで、ある程度内需でね、やりくりできるようになって、外国からの為替の影響とか、輸入輸出の影響がない状態にした上で、我々の国が独立突破できるようになった上で、これね、防衛も含みますよ。外交も含みますけど、防衛も含みます。他国から戦争を仕掛けられない状態にして、防衛費が毎年そんなに大きく変わらないよっていう風な前提もしないといけないんですよ。で、ちょっと難しくなったんですよ。だからベーシックインカムって、一晩二晩で論じれるものではなくて、5年とか10年かけて作り上げるものなんですよね。場合によっては100年ぐらいかかるかもしれないです。だからどのぐらいの時間が必要なのか、どのぐらいの実証実験が必要なのかっていう議論もないまんま、ベーシックインカムがいい悪いっていうのはね、なかなか語られないんですけども、ただやっぱり世の中はね、ベーシックインカムに向かうと私は思いますよね。ほとんどの人は、その生活費を稼ぐために、いろんなね、考えるとか体験するとかね、喜びを分かち合うってことができないままにいるんですよ。まあですんで、全く働かなくてよくなったら、自分の楽しいこととか、自分のストレスのかからないものとかやると思いません？そしたら、みんなが働いて生産する世の中っても確かに尊いんですけども、でもそこにはね、自殺があったり、他者攻撃があったり、ストレスがあったり、犯罪があったり起きるわけですよ。でも逆にですね、そのお金の苦労がない、納税の苦労がない、お金のために誰も争わないって社会になったら、それは自分の楽しいこととか嬉しいことをするはずなんですよ。なぜならその環境を壊したくないからなんですよね。でもお金に困ってくると、これ以上は悪くならないっていうふうなね、いわゆる無敵な人ができちゃうんですよ。無敵な人ってのはどういうことかっていうと、これ以上自分が悪さをしても、今の状態よりもう悪くなりようがないと。悪くなってもそんな変わんないよってことで、自暴自棄になっちゃう可能性があるんですよ。でも、お金的には恵まれてると。で、働く必要もないと。納税に追いまくられることもなくて、借金という概念がないとなったらどうですかね。その環境を壊したいと思わないでしょ。ってことは、私は犯罪も減るし、物を取るっていうね、現象も起きないと思いますし、保険金目当ての殺人も起きないと思うんですよ。なんで保険がないわけですから。で、そういうふうに考えてくると、ベーシックインカムってのは、社会全体を包む制度になるんではないかなと思うんですよ。で、ベーシックインカムがね、実現している、その社会の一部としては、家族ってものがあるんじゃないかなと思うんですよ。うん、昔の家族ですね。昔はお父さん一人が働いて、そのお父さんが楽しく働ける環境を家族が作るみたいなものがあったと思うんですけどもね。まあ、ざっくりとした言い方になりますけども。そうなると、お父さんが稼いだお金を家族で分配して必要なものを買うみたいな、ある意味これベーシックインカムだったんじゃないかなと思うんですよね。で、共働きを始めると、子供をどっかに預けないといけないからっていうんで、保育園や幼稚園とかね、ベビーシッターみたいな制度ができちゃって、ベーシックインカムが完全に壊れちゃったんですよ。働きに行って稼ぐために、稼ぐ環境を補填するためのコストがかかるみたいなね、本末転倒になってくるんじゃないかなとか思うんですけどね。まあいろいろと考えは尽きないんですけども、今日はベーシックインカムの話題ね、この辺にさせていただこうかと思います。まだまだ議論は続きますんで、皆さんの考えているベーシックインカムってのも、ちょっとね、コメント欄に書いていただいたりとか、自分の心に留めていただいたら、ちょっとね、ベーシックインカムに対する見方が変わってくるんじゃないかなと思います。あ、電気消えちゃいましたね。はい。では、本日は以上です。ありがとうございました。どうも。